皆さんお久しぶりです。タリオです。今回はちょっときつめの話をしますが、最後にちゃんとフォローしますんで、前半だけ見て怒らないでね。ちょっと皆さんに質問したいんですが、ダイエット中にお菓子って食べますか？お菓子っていつでもどこでも安く手に入りますし、何より悪魔的に美味しいじゃないですか。こたつに入ってボケーっとテレビ見ながら食べるおせんべいとか、オレオを牛乳につけて食べるのとか超うまいじゃないですか。悪魔的ですよね。お菓子はついつい食べちゃいますよね。わかります。そしてダイエッターは思うのです。食べなきゃよかったと後悔先に立たず。今回の動画では禁断の食べ物お菓子について GI 値をはじめ様々な切り口でできるだけわかりやすく簡単にご紹介していきたいと思います。そして動画の最後のまとめでは、お菓子に対する気持ちをコントロールする革命的な考え方をお伝えしちゃいます。びっくりしますよ。食品に対する知識を持てば、たくさんの選択肢の中からより良い食品を選べたり、食事のバリエーションを増やして飽きるのを防ぐことができます。それはダイエットを続けていく上でのモチベーションにつながりますので、ぜひ最後までご視聴ください。先にお断りしておきますが、今回お話しする内容はあくまで私の一意見です。共感できた方はぜひ参考にしてください。ちょっと違うと感じた方は聞き流してください。本題に入る前に、以前低 GI 食品の GI って何という動画で GI 値の基本的なことを説明しています。今回の動画を見て内容がよくわからなかったり、 GI 値に自信のない方はそちらをご覧になってみてください。再生リスト見るダイエットサプリからどうぞ。概要欄にリンクがございます。では本題です。まず最初に結論から言ってしまうと、お菓子は暴力的に高 GI なものがほとんどです。絶対に食べちゃダメと断言したいくらいです。基本的には控えるのをおすすめします。でもどうしても食べたいというのなら、少しでもマシな食べ方をしてダメージを減らしましょう。代表的なお菓子の GI 値や合わせておすすめの食べ方についてもお伝えしていこうと思います。ではどんどん行きましょう。まず絶対食べない方がいい危険なやつからご紹介しましょう。前提として、お菓子は全部やばいと考えると楽です。基本的に高糖質高カロリーです。食べると血糖値が爆上がりします。その中でも特にやばいものの GI 値が、チョコレートで91、キャラメルで86、ホットケーキで80です。全部美味しいですよね。全部女子および私タリオが好きなやつです。そして全部ダイエットに逆行する食べ物たちです。これらを食べることはダイエットのゴールを自分で押して遠ざけているのと同じことです。なるべく食べないことをお勧めします。どうしても食べたいという方、あなたには一つの選択肢があります。それはなるべく低糖質低カロリーなお菓子を選んで食べることです。例えば血糖値の上がりにくいオリゴ糖を使ったチョコレートや低糖質のあんこなんていうものもあります。ありがたい時代になったものです。お菓子会社の皆さんの愛と努力を感じます。ですが、それを分かった上で言わせていただきたい。皆さん、そんなのに騙されてはダメです。今度オリゴ糖チョコレートのパッケージを見てみてください。めっちゃちっちゃい字で書いてあります。この商品は砂糖も使用していますって。この商品は砂糖も使用しています。そう、そんなに美味しい話はありません。お菓子は美味しいですけどね。もしかしたら砂糖を使っていない商品もあるかもしれませんが、そんなことは大した問題ではありません。お菓子会社の皆さん、ごめんなさい。でもこういうダイエッター向けのお菓子は普通のお菓子よりちょっとマシなだけです。しかもこういうダイエッター向けのお菓子って普通のものより大抵割高です。高いんですよ。明らかに食べない方がいいです。いつの日かお菓子会社の皆さんの努力で私の意見が覆されることを望みます。次に比較的 GI 値がマシなお菓子をご紹介します。 GI 値がプリンが52、ゼリーが46です。これらは意外と比較的マシです。ですが結局ろくな栄養素が入っていないくせにカロリーが高いんですよ。食べなくていいですね。え、カロリーがゼロのゼリーとかあるの知らないの？と思われたあなた、おっしゃる通りです。私もダイエット中ゼロカロリーゼリーでお腹を満たしたことがあります。独特な人工甘味料の味がします。懐かしいです。でもよく考えてください。カロリーも栄養素もないのになんでお金払うんですか？カロリーも栄養素もないのになんでお金払うんですか？ここまで来たらもう食事ではありません。ただのエンタメです。もったいないです。もっと有効なものにお金を使いましょう。ここまで散々なことを言ってきましたが、お待たせしました。お菓子が我慢できないあなたに2つの解決策があります。1つ目はお菓子を食べ物だと思わないことです。いきなり何哲学みたいなこと言ってんだこいつはと思われたあなた、もうちょっと聞いてください。最初から食べないと考えているとめちゃめちゃ楽なんです。
私はダイエット中も含め、ダイエットが終わった今でもお菓子は食べません。そう決めているので、最初から買うという選択肢がないんです。これってすごく楽ですよ。実際お菓子は食べなくても栄養的に全く困りませんから。例えば低糖質なお菓子だけは OK と決めていたとします。そうすると時間がかかるんですよ。いちいちお菓子のパッケージの裏を何商品も確認することになります。時間がもったいないです。しかも条件付きでお菓子を食べるという余地を残すことでいちいち考えるんです。どれ食べようかな、我慢しようかなって。それは人生において超無駄な悩みです。もっと大切なことを悩みましょう。最初から食べ物だと思っていなければ悩む理由もなくなりますので超おすすめです。ぜひ挑戦してみてください。そりゃ無理だ。自分をどんなにマインドコントロールしようとしてもお菓子を食べ物だと認識してしまう。というあなた、任せてください。2つ目はもう少し現実的な方法です。それは運動を趣味にすることです。先ほど私はダイエット中も含めダイエットが終わった今でもお菓子は食べませんと言いましたが、あれは嘘です。嘘つきました、ごめんなさい。正確には完全に嘘ではないのですが、運動をしない日は食べないということです。お菓子同様にお米やパンも運動しない日には絶対食べません。ですが運動する日にはお米パンを食べます。お菓子も食べるんです。ダイエット以外の私の動画を見てくださった方はお分かりかもしれませんが、甘いものをめっちゃ食べます。出ます。まあ見た目はパッと見今川焼きですね。めっちゃ美味しいよ、アンチーズ。はい、じゃあとりあえずこれ食おうと思うんですけど、はい、くるみやまびこのライトです。これはね、長野県最強のスイーツです。早速いただきます。うまい。くるみの風味があなたの鼻を駆け抜ける。女の子みたいってよく言われますね。パフェとかクレープとか甘味を食べるからでしょうね。ちなみに年齢と性別は非公開です。お菓子は多くの場合高糖質高カロリーです。それはダイエットの時には邪魔でも運動時には反対になるんですよ。お菓子を含めた多くの高 GI 食品にたくさん含まれている糖質は運動前のエネルギーとしては必要不可欠なものです。さらに糖質は筋肉にとっても非常に重要な役割を持っています。運動をすると筋肉は糖を取り込もうとします。これは運動によって筋肉中のグリコーゲンが不足し食事による糖で補おうとするからです。全部説明しようと思うと長くなりますし、実は過去の動画で高 GI 食品のメリットについては説明しています。まだの方はぜひそちらもご覧になってみてください。概要欄のリンクからどうぞ。隠された高 GI 食品のパワーにびっくりしますよ。いや、隠されてはないんですけどね。普段マイナス面に注目が集まってしまっているだけで、高 GI 食品は非常に優秀な食品なのは事実です。お菓子会社の皆さん、最後にフォローしといたから怒らないでね。たまにノワール食べてるから、沢口靖子さんのやつ、俺をみたいなやつね。最後にまとめです。お菓子類は基本的に高 GI 高カロリーです。ダイエット時には控えましょう。おすすめはお菓子を食べる選択肢を自分の中から捨てることです。きっと人生が変わります。運動を趣味にするのも超おすすめです。お菓子が我慢しなければならない悪魔の食べ物からかけがえのないパートナーに変わります。今回は熱を込めて喋ったので長めになってしまったかもしれません。ごめんなさい。冒頭でも言いましたが、今回お話した内容はあくまで私個人の一意見です。共感できた方は参考にしてみてください。ちょっと違うと感じた方は聞き流してください。さて今回はお菓子類の GI 値などをご紹介してきましたが、今度はまた違うジャンルでの GI 値をまとめてご紹介したいと思います。次の動画ではカテゴリー別 GI 値飲み物編ということで、様々な飲み物の GI 値についてご紹介していきたいと思います。そしてそのうちダイエットの基本的なレコーディングの方法についてもまとめていく予定です。ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。このチャンネルでは引き続きダイエットに役立つ知識やモチベーションを保てるような動画をアップしていきたいと思います。チャンネル登録するかはお任せしますので、ぜひ犬走りタリオの動画をもう一本見ていただけると幸いです。いつか自分の足だけで日本縦断するために日々訓練をしています。よかったら応援してやってください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。